吉祥寺は、愛媛県西条市にある新言宗当時派の寺院である。密教山、大蔵院と合詞、四国八十八箇所令状の第六十三番札所である。本尊は、美写門店。美写門店を本尊とするのは、四国八十八箇所では、本寺のみである。本尊新言、御米、白万田やそわか小栄か、身の中の悪しき秘宝を打ち捨てて皆吉祥を望み、 井の礼与農教院、当時本尊寺典によれば、公認年間に空海が光を放つ日の木から、微写門天、吉祥店、全府市同時を刻み、安置したのが起源と言われる。その頃の寺は、坂本山にあり、達中を21房も有するようになっていたが、豊臣秀吉の四国征伐の際に、全山消失した。詳しくは1585年に、小早川高景が、 高尾城を攻めたとき、その山中にあった当時も兵に放火された。本尊は助け出され、麓の大師堂のあったところに、移されていたが、万事2年に、達中の日の木寺に基づき、美写門天と表記するのが普通だが、当時では、久、文店の字を当てている。大師堂と、三景色桜上樹石、くぐりきし天女吉祥寺福寿閣三門を入って、左側に首道。 長津場があり、少し進んで右に栗と農協所、左に本堂、その左に大指導である。外観芝の位、空海のご家事水と伝わる。ご来住、四国遍路の寺上164ページよりご来住、四国遍路の寺上162ページより、千脱経典四国88が、霊場会平成18年12月1日発行275ページより、 ありがとうございます。